はい、お疲れ様です。ということで、久しぶりにですね、まこなり社長の動画を見ました。1年半ぐらい全く見てなかったんですけども、おすすめに上がってきてついつい見てしまって、でしかもタイトルもですね、実はお金を払う価値がないものトップ20ということで、結構なんか気になったものなんですよね。で、まだ実は全部見てなくて、30分近い動画なんですけど、4分ですかね、見て、ちょっとおやっと気になるところがありましたので、それについてなんですけども、でこの中にですね、実はお金を払う価値のないものの中に、レジャー用品、そのスキーとかスノーボードとかで、今回はそのウェアとかっていうふうにも言われてましたね、5年落ちくらいのウェアをやっぱり着ようと思っても、やっぱりその流行遅れというか、そういうものでちょっと着るのが恥ずかしいみたいな、なんかそんなようなことを言ってたんですけど、ちょっと違うかもしれないですけど、で、それでですね、5年前っていうのにちょっと引っかかってしまいまして、で先日購入したスノーボードの板、まさに5年前のもので、今年の冬になればですね、もう6年落ちっていうふうにはなってしまうんですけど、例えば5年前のものでもですね、非常に満足度高いんですよね。で、デザインのことを考えたら、現行品よりも私はその5年前の、グラフィックの方が好みなんですよ。で、ほとんどこう単色に近いような、本当にこう派手でもないですし、暗い感じのカラーでしたので、で全く流行とかっていうのも全く左右されないデザインなので、その点はですね、無駄にはその着るのが恥ずかしいとか使うのが恥ずかしくて、無駄になるってことはないのかなと、今回のこの動画にもある通りですね、それが例えば柄とかのせいでその無駄になってしまう、お金を払う価値がないものになってしまうのであれば、ちょっと悲しいなというふうに思いました。で、そう、あとアップデートをするってことも言われてましたけれども、今やそんなにこう革新的なアップデートってそんなにされてないのかな、されないのかなと、思います。スノーボードで言ったら、最近だとそのバトンのステップオンとかですね、あとナイデッカーのこうビンディング、バインディング、スーパーマティックでさ、マチックですかね、っていうのもあれかなり革新的だと思うんですけども、ですけども、そんなに毎年毎年新しいものは出るんですけれども、かといってその根本的にですね、そのなんていうのかな、中身が違うっていうこともないのかな。本当に一から作り出される新製品っていうのもなんか少、そんなに多くはないのかなと、少なくとも私が使っている道具に関してはですけど、他のメーカーさん、あまたありますけども、一つ一つのメーカーさん見てみたらですね、本当に企業努力で毎年毎年違う技術っていうのを投入されているところ、特にスキーとかだったら あるのかもしれませんけれども、スノーボードはそんなに目新しいという感じは、もう技術もそこそ こう頭打ちになってきたのかなという感じはします。ウェアもですね、そんなに革新的な感じのデザインもそうですし、カラーっていうのも、なんか落ち着いてきたのかなと思います。この、私も20数年しかちょっと、見てないですけども、そんなにこう大きなこう波っていうのがないのかなというふうには思います。で、そう、何を言いたいかって言ったら、無駄なものにならないために、お金を払う価値がないものにならないようにするために、やっぱりこう単色選びましょうっていう、ここまで引っ張っておいてというか、だらだら話してしまったんですけど、単色が一番
もう短縮が正義だなと思います。で、私もこの10年くらい気がつけばですね、もうガラガラ柄物っていうのがもうなんか少なくなっちゃいましたね。もう本当にありきたりですけど、黒ですとか、なんだろうな、青とか緑とか白とか、なんか本当にそういうもの、単色だけ、多くても2色ぐらいなもんですかね。なんかそういうものが多くなりましたね。で、やっぱりその柄があったりすると、なんかやっぱりそのデザインによって年代っていうのも感じちゃいますし、なんか流行っていうのもなんとなくこう分かってしまうと。で、まあ、単色だったらですね、まあ、買うときはもう本当にこう使い潰す、もう壊れるまで使うっていうのはまあ前提ではあるんですけど、まあ、反面ですね、リセールというか、またこう、まあ、中古としてこう売りに出すときのこともちょっと考えちゃうんですよね。まあ、なので、やっぱり単色はいいが一番なのかなという感じはしますね。もうこれは本当に個人で全然こう考え方違うので、何がいいとか悪いとかっていう話ではないんですけど、この動画を見てですね、その単色とかその流行に流されないデザインとかを選ぶだけでもですね、お金を払う価値がないものにはならないのかなっていうのも、ちょっと思ったりもしましたね。はい、ということで以上。